都内には未だ7400名を超える避難者の方が慣れない土地で先の見えない不安の中不自由な生活を強いられています。今後災害公営住宅等は一気に立ち上がってまいります。そうしますとその避難者の方々はそのこの先帰還をするのかはたまた定住をするのかといった選択を迫られることになります。こういったその悩みごとにですね個別具体的に丁寧に答えることができるようにするために今日ここにその避難者の相談拠点を開設をいたします。東京都内に避難されている避難者の皆様方の一日も早い生活再建と帰還に向けての取り組みをしっかり進めていきたいというふうに考えております。で東京都内に避難されている方からの相談対応をするというのが一番大きい機能です。でそれについては避難者から電話をしていただきましてそこで相談内容をお伺いしもし希望される場合には対面での相談対応というのも行う予定です。アンケート調査の結果でいきますとおっしゃられたように東京都内での定住という方が一番多いという傾向は変わっていないです。でそれに対してということで福島県の動きというのは新聞とかでは見てはいるんですけれど具体的な話というところはまだこちらに来ておりませんのでその辺は福島県など被災県ともちょっと連携を密に情報収集なりしていきたいというふうに考えております。避難者の声を実際に聞いてきた都としてはですね打ち切られたらどのようなことが想定されるのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけどおそらく実際に相談しに来る方がいらっしゃるとも思うんですけど非常に難しい問題かと思っておりまして、その辺の声とかは今回新しくこの相談体制を強化する拠点を設けましたのでそういった中で避難者の方の個々の声を聞いていきたいというふうに考えております。そこは非常にデリケートな問題なのでなんかそうなるかどうかもちょっと分からないのでそれをちょっと東京都としてどうかというのはちょっとなかなか言いにくいところがあるかと思うのでちょっとそこはちょっと差し控えさせていただければと思います。